前回の動画でメルカリっていうアプリで自分のものを出品してみましたが、早速売れたので、そのお金で何を買ったかっていうのを少しだけ見せたいと思います。もう早速かぶってますけど、みんな知らないかな、昔からあるパックマンっていうゲームです。すごい人気ありました。でゲームの中ではこいつらを食べるんですよ。買ってみました。わかんないかな、パックマン、その買ってくれた人にどうやって物を送るか私ちょっと気になってたんですけど、実は楽々メルカリっていうサービスがあって、それを使って送りました。自分の名前を使わなくていいし、住所も書かなくていいし、すごい安心で楽です。安心のところは一番大事なんですが、私みたいにその変わってる名前してる人は書きたくない場合もあるしね。それはすごい助かりました。もう全部がすごい簡単だったので、私はメルカリを使い続けます。皆さんもぜひ使ってみてください。そしてまたねー。